皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、毎シーズンとても好評をいただいているグレールで買い物をしたので、購入品を今回も紹介していこうと思います。今回もですね、合計で5万円分お買い物したので、そちらを全部着て紹介していこうと思います。ものすごい量になると思うので、サクサク進めていければなと思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。よいしょよいしょ、こんなにあるんですよ。秋冬のお買い物をしたので、これからの時期使えるものばっかりで、参考になれば嬉しいなと思います。はい、ではまずじゃじゃん、こちらでございます。2色買い、色違いで購入したんですが、ワイドリブ襟付きニットトップスのアイボリーとチャコールで、サイズがどちらもフリーサイズでございます。このトップスね、めっちゃ可愛いんですよ。本当にこれ私すっごい推しなんですよ。襟のトップスがもうめちゃくちゃトレンドになってきて、マストハブなアイテムじゃないかなって思います。しかもこれニットなのでめちゃくちゃあったかいんですよ。素材も全然チクチクとかもしないし、なんていうんだろう、ちょっともちっとした感じの素材って言えばいいのかな。めちゃくちゃ分厚いわけじゃないけど、ちゃんとしっかりした生地で、すごい着心地も良くて、丈感もすごい良かったし、横にスリットが入ってたりとか、あと後ろが若干長くなってるので、お尻のカバーもできたりとかっていうのもすごくいいなって思いました。大人っぽいトップスだと思うので、オフィスカジュアルみたいな感じでも着れそうだなって思います。リムとかと合わせたり、スラックスと合わせたり、スウェットパンツと合わせてちょっとラフに着たりとか、重ね着してもすごい可愛いと思うので、白のロンティーとかを着てあげても可愛いと思いますし、いろいろ着回せそうだなと思います。こちらのお値段が2599円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。これ今着てるトップスとの色違いなんですけど、これもね、色買いしちゃいました。アウトシームダメージニットカーディガン、カラーがオフベージュとブラック、サイズがどちらも L サイズをしました。めちゃくちゃ気に入ったので今着てるんですけれども、このカーディガンデザインもね、もちろん可愛いんですけど、着心地が本当に良くて、生地がめちゃくちゃいいなって思いました。なんかなんて言うんだろう、そこまで分厚い生地ではないので、まあ、全然今からでも着れそうな感じなんですけど、つるさらみたいな感じ。肌触りがめちゃくちゃ良くて、とっても柔らかいニットなので、でもちょっと張り感もあったりとかして、形もすごく綺麗だし、ダメージが入ってるんですけど、袖のとこだったりとか、切り替えのところ、肩のところとかにもついてるし、すごい可愛いんですよね。ボタンもめちゃくちゃ可愛くて、これどちらも同じボタンなんですけど、偏光色っていうかグリーンっぽく見えるの分かります？このボタンがめっちゃ可愛くて、すごい不思議なカラーで、でもそんなにコーデの邪魔するみたいな感じのカラーでもないので、このカーディガン私すごく気に入りました。私168なんですが、私でも割とズレ丈もしっかりとあったので、そこもいいなと思います。こちらのお値段が1699円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらです。またカーディガンなんですよ。モノトーンっていうのもあって、すごく使いやすいなって思ったのと、ちょっと可愛い感じのデザインではあるかなと思うんですけど、デニムでカジュアルダウンさせたりとか、秋冬だったらレザーのアイテムとかと合わせてもすごく可愛く着れそうだなと思います。シルエットは割とコンパクトな感じで、体にフィットするようなシルエットになってます。これ M のワンサイズだったんですけど、私168だとちょっとね、ちっちゃいかったかな。それがもう少しあったら嬉しかったなっていうのは思うんですけど、まあ、でもこういったカーディガンとかって前開けて羽織でしても可愛いし、前閉じてトップスとしても着れたりとか、回しはね、効きそうだなっていうのは思いました。ただちょっと着てるとチクってするのが気になりやすいかもしれないので、敏感肌の方だったりとか、あんまり得意じゃないっていう方は長袖のインナーとか着て、肌を守ってあげて着た方がいいかなっていうのは思いました。こちらのお値段が1499円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。千鳥格子柄ニットベスト、カラーがゴールドで、サイズが S サイズになっております。ベストって本当に可愛いですよね。レイヤードして着たりとかもできるし、そのまま1個でも着れると思うので、長い期間着れるアイテムっていうか、着回しとかもすごくしやすいかなって思います。とっても秋っぽいカラーだったのと、あとこれもね、生地がめちゃくちゃいいです。全然薄っぺらい感じとかもないし、ちょっとこれももちもちした感じの生地で、これはどっちかっていうとピタッとした感じのベストになってるので、スタイルアップするようなニットベストになってるかなと思います。こちらのお値段が1399円でございます。はい、では続きまして、
じゃん、こちらバイカラー V ネックニットカーディガン、カラーがアイボリーのサイズが M サイズでございます。デザインがやっぱ可愛くて一目惚れしました。このカーディガンは柔らかい感じの糸でできてて、ボテッとしたカーディガンではないですね。まあ、ピタッとしたっていう感じでもないですけど、なんかゆるっとした感じかなになってて、結構ラフな感じの印象が出るかなっていうふうに思います。柔らかい糸なので肌触りはめちゃくちゃいいのと、こういうアクセントのあるアイテムとかって1個でコーデの主役になったりとかするので、下はなんかすごくシンプルなデニムだったりとか、そういうボトムでもコーデが決まりやすいアイテムかなと思います。こちらのお値段が1599円でございます。はい、では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。3色あるんですけれども、ラケランドヘムクロップド丈スウェットトップス、カラーがブルー、ブラック、オフホワイトでございます。サイズが全部フリーサイズになっております。これすごい可愛くて、全体的にすごくゆったりとしたシルエットになってるので、着るとこう自然とサイドがピュッと落ちるような形になってるので、そこまで丈の短さっていうのは気にならないかなとは思います。まあ、ただおへそは出ると思うので、ハイウエストのボトムスだったりとか、そういうのと合わせるのが私はいいかなと思うんですけど、こういうすごい短い丈のスウェットとかトレンド感もねすごく出るんじゃないかなというふうに思います。結構素材はね薄めで、割とさらっと着れるような感じなので、全然秋口とかに着れるようなぐらいの生地感になっております。袖もねめちゃくちゃ生地がたっぷり使われてて、袖口にボリュームが出るような感じのデザインでした。なのでやっぱそこもすごくいいなって思ったし、後ろが若干長くなってるので、後ろから見た時とかサイドから見た時もすっごい後ろが短いみたいなことがないので、ここもとってもいいなっていう風に思いました。色味なんですけど、このブルーのスウェットはサイトの写真の方がちょっとグレーっぽいブルーっていうか、くすんだ感じに見えると思うんですけど、実際届いてみるとサイトの写真よりは青みが強いかなっていうのは思いましたが、このトップスはねめちゃくちゃ空張りがあったので、私も今回3色ゲットしてみたんですけど、物とはもちろん使えるし、このブルーも可愛い色だったので回しとかもねしやすいと思います。こちらのお値段が1499円でございます。じゃあ続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。こちらも3色あるんですけれども、クラッシュショートニットトップス、カラーがグレーとモカとオフベージュで、サイズがどれもフリーサイズになっております。ゆったりとした感じのニットのトップスでございます。ショート丈ではあるんですけれども、短すぎるみたいなこともないので、全然これ1枚でも着れちゃうようなトップスになっております。ダメージがやっぱ可愛いですよね。首元と袖口と裾のところ、ウエストのところにも入ってて、このダメージがあることでより今年らしさも出たりとか、コーディネートのポイントになったりとか、雰囲気も少し変えられるんじゃないかなって思います。このトップスはですね、結構ボリューミーっていうか、形が割としっかりとした感じのトップスだったので、もしかしたらちょっとガタイがよく見えてしまうかもしれないなと思ったので、ボトムスとかは割とタイトなものだったりとか、スッキリとしたものを合わせてあげるとうまくバランスが取れて可愛いんじゃないかなって思います。袖口の切り返しのところだったりとか、リブもめちゃくちゃ太めになってて、結構存在感のあるリブなので、そこもね私はとっても気に入っております。このモカがサイトの方が若干黄みが強く見えるかなと思うんですけど、実物を見てみるとちょっと紫っぽいというか、ピンク紫ブラウンみたいな感じかなっていう印象でした。こちらのお値段が1799円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。フラッシュニットカーディガン、カラーがブラックの、サイズがフリーサイズになっております。またこれもカーディガンなんですけれども、秋冬ってやっぱこういうの使えますからね、1個持っておくとすごく便利なアイテムだと思います。これは割と大きめかな、今回ゲットしたカーディガンの中では一番大きめなものだと思うんですが、ずるっとゆるっと着たい方にはすごくおすすめなカーディガンですね。これもやっぱダメージが入ってますよ。袖口と首元と裾の部分ですねにダメージが入ってて、ストリートファッションというか、これにバギーパンツみたいなの合わせてちょっとメンズライクな感じで着たりとかしても可愛いと思います。1個で存在感があってすごくおしゃれさんに見えるアイテムだと思うので、こういうカーディガン挑戦してみたいっていう方とかにもおすすめなアイテムでございます。こちらのお値段が1999円でございます。ということでトップスは以上でございます。続きましてボトムスに移りたいと思います。ではまず、じゃじゃん、こちらのデニムです。サイドカッティングデニムパンツ、カラーがブルーで、サイズが XS サイズを今回購入しました。結構一目惚れで私もゲットしたんですけど、やっぱこのサイドのカット、こういうカット
ットされたお洋服トレンドになってきていて、トップスとかでもここら辺にカットアウトが入ってたりとかするトップスも多いと思うんですけど、デニムもねここがカットアウトになってることでデザイン性があって、ワンランクちょっとおしゃれに見えるというか、普通のデニムとまた違った感じでコーディネートの幅も広がると思うし、とてもねこれも可愛いんですけど、これすごい形が綺麗でした。ウエストもしっかりと高くって足も長く見えると思うし、ゆったりとした感じのパンツなので、これは割と自分のウエストのサイズで選んであげるのがいいかなというふうに思いました。ただ私ちょっと身長が高めっていうのもあるので、丈はもう少し合ってくれたらっていうのはあったんですけど、ちょっと丈が足りなかったかなっていうデニムとかって、私はもうブーツを履いてごまかしちゃいます。ローカットのものとかで靴下合わせて履くっていうのもすごく可愛いと思うんですけど、ブーツとかを合わせてあげるとそんなに丈感が気にならなかったりとかもすると思うので、そういう感じで着てあげるのもいいんじゃないかなと思います。こちらのお値段が1999円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらデニムフレアパンツ、カラーがライトブルーのサイズが S サイズでございます。これはねとにかくシルエットが綺麗でした。裾にかけてフレアになってるんですけど、このフレアもしっかりと広がってくれるので足も細く見えるかなっていうのも思います。着るってやっぱりどうしても暗くなっちゃうっていう方もいると思うんですけど、デニムとかでちょっと明るいカラーとかを差し色にしてあげたりとかっていうのも可愛いと思うので、秋冬こういうカラーのデニム意外と使えるなって私は思ってます。ちなみにこのデニムはねストレッチは効いていないので、サイズとかは自分に合ったものを買うのをおすすめします。こちらの値段が1899円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。フロントスリットフレアパンツ、カラーがブラックのサイズが L サイズを今回購入しました。結構私ボトムスのサイズバラバラだと思うんですけど、グレールって割とサイズ表もねちゃんと載ってるんですけど、サイズ表を見るとものによってサイズ感が変わってくるものが多いので、サイズ表もねしっかりと見ながらお買い物した方が私はいいかなと思います。これは名前の通り前にねスリットが入ってるんですよ。これが入ってることで結構抜け感が出て、より足が綺麗に見えたりとか、ウエストゴムだったりとか素材もすごい柔らかい素材でラフな感じのパンツになっているので、ちょっと外れたい時とかそういう時にぴったりだなって思います。ただこれももう少し丈があったら嬉しかったなっていう感じですかね。なのでまあ高身長の方はそこら辺も参考にしていただけたらと思います。こちらのお値段が1599円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。配色ステッチハイウエストストレートパンツ、カラーがアイボリーとダークピンクで、サイズがどちらも S サイズを購入しました。このパンツはねシルエットがめちゃくちゃ綺麗でした。ウエストもめちゃくちゃハイウエストなので足長効果もすごいと思うし、ヒップは割とゆとりはあると思うんですけど、ウエストはしっかりとこうキュッとなってるデザインになってたので、私もそうなんですけど、お尻に合わせるとウエストが緩くなるし、ウエストに合わせるとお尻がきつくなるしみたいなことも少ないんじゃないかなって思います。であと若干なんですけど、本当に若干ストレッチもねこれ効いてるんですよ。割と履いてても履き心地がよく動きやすいパンツでした。これはね色合いがどっちも可愛くて、アイボリーはブラウンの糸でステッチが入ってるので、そこもポイントになって可愛いかなと思います。真っ白っていう感じの色ではないので馴染みやすくって、すごくコーディネートもしやすいカラーだと思います。こっちのダークピンク、これもねまたすごい可愛い色味で、私あんまりこういうカラーはね着たことなかったんですけど、ブラウン味の強い紫っていうか、なんかそんな感じのカラーで、すごい色が可愛くてこれは一目惚れしました。生地感的には割と薄めかな、想像してたよりも割と薄めだなっていうのは思いました。まあ、でもすごくシルエットの綺麗なパンツだったので、履いてみるとそこまで薄さは感じないかな。あとなんか夏とか春とかあったかい時期とかにもサラッとした感じで着れるんじゃないかなっていうのも思います。こちらのお値段が1699円でございます。ではボトムス続いてでラストになります。ラストがじゃん、こちらでございます。スリットフリンジスカート、カラーがオフホワイトのサイズが M サイズを今回購入しました。これねすごい形が可愛い、デザインが可愛くて、ボタンがバババババってあって、ここからスリットが入っていて、ラップスカートなんですけど、フリンジも裾にあったりとか、ここにもあったりとか、ウエストのとこもあったりとかしてて、で後ろはちょっとゴムになっていて履きやすい感じになってます。マーメイドっぽい感じになってて綺麗に見える形だなっていうのを思ったんですけど、私ちょっとねサイズ失敗したかなっていうのは思いました。M サイズにしたんですけど、ウエストのあたりが割と余裕があったので S でも良かったかなっていうのは思いました。透け感もそこまで気になるっていう感じはしないんですけど、念のため心配な方は色付きの下着とかは避けた方がいいかなと思います。こちらのお値段が1499円でございます。
はい、ということであとはもうね小物になります。シューズからいきたいと思います。ではまずじゃじゃん、こちらストレッチスクエアトゥーショートブーツ、カラーがブラウンのサイズが 25cm を購入いたしました。私足のサイズ 25cm なんですけど、グレールは大体は 24.5 ぐらいまであって、ものによっては 25cm もあるっていう感じのものが多かった気がします。見てわかる通りスタイリッシュな感じの、ちょっとスマートなスッキリとしたブーツになっているので、ちょっと足幅がある方はもしかしたらきつく感じやすいかもしれないです。つま先もちょっとこうシュッとつま先にかけて細くなっていくような形になっているので、ちょっと足の幅があって心配だなっていう方はワンサイズぐらい大きめでもいいのかなっていうのは思いました。ただ名前にもある通りストレッチ、革の部分も柔らかくなってるので足にすごくねフィットしてくれます。ヒールもそこまで高くないのでヒール苦手な方でも履きやすいと思うし、あとやっぱスクエアトゥーっていうので足元がスッキリ見えてトレンド感もありますね。やっぱスクエアトゥーはこちらのお値段が2199円でございます。では続きましてじゃじゃーん、こちらでございます。ギャルファーシューズ、カラーがブラックのサイズが 24.5cm でございます。これはね25がなくて 24.5 にしたんですけど、まあ、これはかかとがないのでそんなにサイズは影響してこないかなっていうのは思います。そして私も大丈夫でした。このファーの部分がすごいふさふさで可愛くて、色味とかもね高見えする感じのファーになっているので、ここもね可愛いです。スリッパタイプなのでラフにこうパッて履けるけど、このファーがあったりとかレザーの素材っていうのでちょっとしっかり感というかラフすぎずに履けるシューズかなって思います。こちらのお値段が1599円でございます。では続きましてじゃじゃーん、こちらウエスタンショートブーツ、カラーがブラックのサイズが 24.5cm でございます。ウエスタンブーツグレールにもあって、見つけた瞬間これはもう可愛いと思ってゲットしちゃいました。やっぱここのデザインがこうあることですごくトレンド感も出るし今っぽいコーディネートに仕上がると思います。足元って本当意外とね印象が変わるんですよ、ガラッと。だからウエスタンブーツとか本当まだ履いたことない方はぜひ履いてほしい。ウエスタンブーツ布教したいんですけど、結構短めなブーツになってて割と履きやすいと思います。でこれはね私 24.5cm にしたんですけど、全体的にクッション性があってなんかそこまできついなっていう感じはしなかったです。これもつま先はスクエアトゥーになっていたりとか、今季こういったブーツはね使えると思うのでこれ結構私おすすめです。こちらのお値段が1899円でございます。はい、では続きましてバッグたちを紹介したいと思います。バッグもね今回ほんと可愛いのめっちゃたくさんあって大量にゲットしてしまいました。ではまずじゃじゃーん、こちらポーチ付きゼブラ柄スクエアバッグになっております。私はこういう柄、これゼブラって書いてあるんですけど、こういう柄が本当に大好きなので見た瞬間に可愛いと思ってゲットしました。形がねこれ結構面白くって四角形な感じなんですけど、磁石がねそれぞれここにあるんですよ。横のところに磁石がそれぞれついてて、これをこうキュッと合わせるとちょっとなんか三角形っぽい感じになるっていうか、これがねすごい面白い形だなと思って。で結構小ぶりなバッグなんですけど、私こういうサイズのバッグすごい大好きで、アクセサリー感覚で持てるのでコーディネートもすごくしやすいんですよね。割とこのバッグは持つだけで辛口なコーデに仕上がると思うので、普段シンプルなコーデが多いっていう方にもとってもおすすめなバッグでございます。ポーチもねこれついてきました。小物類とか入れたりとかしてもいいかなと思います。こちらの値段が1999円でございます。では続きましてじゃじゃーん、こちらでございます。ポーチ3点セットショルダーバッグでございます。その名の通り3つちっちゃいポーチみたいなのがついていて、この丸型のやつとちっちゃめの四角形のやつと大きめの四角形のやつがついてて、これは私すごいいいなと思って、ちょっと買い物とか行きたい時とかにサッとかけてね行けるっていうのがすごい良くないですか。ここがなんて言うんでしたっけ、これのカラビナ引っ掛けられる感じになっているので、自分の好きなものだけをつけて下げることもできるし、自分の使いやすいようにカスタムとかして使えると思います。こちらのお値段が1699円でございます。では続きましてじゃじゃーん、こちらまたまたゼブラ柄のバッグが登場いたしました。ゼブラ柄レザーハンドバッグでございます。このバッグのねゼブラ柄もめっちゃ可愛くて、さっきのに比べるとちょっと色が淡い感じになっているので使いやすい、馴染みやすいと思います。あとこのやっぱサイズ感、ちょっと
っちゃすぎず大きすぎずな感じで、取っ手のところもそんなに長いわけではないのですごく使いやすいなって思いました。内ポケットもねついてるんですよ。ここもねゼブラになってて中まですごく可愛いです。なんか私水筒でお水をね持ち歩いたりもするんですけど、この水筒も入りそうなぐらいの高さというかがしっかりあるのでそこもいいなって思いました。こちらのお値段が999円でございます。1000円ですよ。これ1000円に見えないですよね。普通に値段の安さにもびっくりしてゲットしてみたんですけど、実物もめちゃくちゃ可愛かったです。では続きまして、じゃじゃん、こちらレザートートバッグ、カラーがねブラウンになっております。ちょっと大きめかなこのバッグは。ブラウンのバッグなんですけど、私ブラウンのバッグ意外と種類がなくって、最近ね割とブラウンのバッグを持つことが増えたんですよ。すごい大人っぽく見えるので可愛いなと思って、最近ブラウンのバッグ探してたんですけど、グレールで見つけたので買ってみました。肩から開けれるぐらいの取っ手の長さであったりとか、これはね結構レザーが柔らかい感じの素材なので荷物の取り出しとかもしやすいかなっていう風に思います。ちょっとデザイン変わってるんですけど、そんなめっちゃ癖のある感じのデザインでもないし、シンプルなバッグなのでいろんなコーデに合わせやすそうだなって思います。こちらのお値段が1199円でございます。では続いてでラストになります。ラストこちらでございます。ストーンショルダーバッグで、カラーがねゴールドです。シルバーは何個か持ったりするんですけど、ゴールドって結構珍しくないですか。私普段、今もそうなんですけど、ゴールドのアクセサリーをすることも多いので、なんかそういう時とかすごく使えそうだなと思って買ってみたんですけど、これはねなんといってもこの前面にストーンがついていまして、とってもゴージャスなバッグになっております。サイズ感も私はすごくちょうどいいサイズ感で、結構小さめなんですけどコンパクトでとっても可愛らしいバッグですね。これもしっかりとガバッと開くようになっているので取り出しもしやすいし、あと内ポケットもねこんな感じでついております。見ての通りアクセントになるので、コーディネートシンプルな時とかに一つポンって持ったりしてもとっても映えてくれて可愛いと思います。こちらのお値段が1999円でございます。はい、というわけで以上が今回私がグレールで購入した義服、約5万円分の購入品でございました。いかがでしたでしょうか。今回もね可愛いものが大量にあったので、これはもうみんなにシェアせねばと思って動画にしてみました。本当に毎回毎回グレールの購入品は好評をいただいておりまして、結構リクエストでもね毎シーズン、今シーズンもやってください、今シーズンも見たいですっていう声もねありがたくいただくんですけれども、今回もねやってみました。何か参考になるものがあればぜひしていただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。